はい、皆さんこんにちは。今日は1月31日火曜日ですが、SRTT 平日ジムカーナですね、というスクールに来ております。都民サーキットですね。前回林さんが初ジムカーナスクールということで受講したのと同じのですね、今回も林さんと来ております。私は2回目のジムカーナと練習会ということになります。朝はマイナス5度だったんですが、とりあえず今は、なんとか走れそうな気温になってきました。天気は良さそうですね。このスクールは1日がっちり少人数で走れるスクールなので、今日はたくさん練習したいと思います。今日のコースはこんな感じでね、今作っているところなんですが、コース図を見てもなかなかピンとこないですね。正直2回目のジムカーナ、まず頭に入れて歩くんだということだったんですが、なかなか厳しいですね。ただ今歩行完熟中です。2周目です。1周目は撮ってる余裕なかったんですが、ちょっと最初コース図見たときはとてもこうなんか覚えられなそうな感じがしたんですが、頑張って覚えてですね、で現場を見ていくとなんかいけそうな気がしてきました。結構緩いところが多い中で回転の場所も結構あるという、 1,2,3,4,5,6,7 7箇所かな。さあ、じゃあブリーフィングも終わりましてですね、走りたいと思います。もうみんな走ってます。空気圧 1.7 ほんまかいな、ちょっとわかんないけど、まあいいや。うちのタイヤはね、あ、止まってますね。タイヤ止まってなってます。よかった。よいしょ。じゃあまずは走り始めます。ただね、今回前回腰のパッドをつけなかったからっていうことでね、つけたんですよ。あった方がいいということで。そしたらね、パンツの腰回りがパンパンでね、ちょっときつくて窮屈ですね。これどうしようかな、困ったな。というあれ、これはあ、コーン八の字ですね。八の字練習エリアですね。ここで少し練習してからですね、行きたいと思います。一足で、ね、タイヤが温まってるのはありがたい。さあ、じゃあちょっと1回目にね、挑戦してみようかな。そろそろちょっと最後にね、コースをおさらいしてから行きます。さあ、じゃあですね、少し8の字と回転のウォーミングアップをしました。せっかくのこういう機会なんでね、コースをどんどん走りたいですね。まあ8の字とかも、いいんですけどね、フロント 2.2 リア 1.9 まで上がってますね、エアが。そしてフロントは10度、でも気温温度としてはそんな上がってない。リアが16度ということです。こういう風にね、スタート待ちの人が8の字をして待つということですね。じゃあ行ってみたいと思います。はい、じゃあ1回目いきます。よし、
間違った、こっちだ。ここで左入って、あ、行き過ぎで、八の字的に一旦滑った、後ろがで、真ん中を通って筋で、次が八の字初めて全開にしたかも。そしてここで、あ、ちょっと間違った、間違ったというか、あ、後ろが、ここでぐるっと回って、スピード止めきれなかった、大回りだった、回転、左の回転苦手、左4分46秒に、さあどうなんでしょうか。はい、なんということでしょう。1回目2、3で走って頑張ったはいいんですが、コースを間違っていました。で、間違ってたというのはですね、覚えた時点で間違ってました。あそこですね、私あそこ右に回転しちゃったんですが、島をぐるっとね、あれ必要なかったんですね。コースを示している線を、コースのそのレイアウトを示している線を、順路だと、順路を示している線とね、ちょっと紛らわしかったんですよ。それで思いっきりですね、余計なところを走っちゃったんで、1分46秒、これはミスコースなんですが、まあちょっとね、覚えてたのに、覚えてたコースを間違ったわけではないんで、一応私的にはノーカウントということで、そして今知ってる人をね、参考に、他のところも間違いがないか。はい、じゃあね、一応言い訳するとね、林さんも間違ってました。まだ走ってないって言ってたけど、勘違いしてて、いやでも楽しいね。やっぱりなんだよ、1分46秒って。クソだ、深くバンクすると ABS 入るね。よし、行きます。よし、そう、あ、じゃあちょっと林さんがね、走ってるんで、ちょっと GoPro なんで広角で見づらいと思いますが、1本目の勝負、私は足つき1はペナルティーになるんですかね。
最後はビッグバイクには特にきついかな。さて、じゃあ2回目いきたいと思います。はい、よし。また足ついた。2回連続で。あれ遅くなっちゃった。あれなんでくそ。はい、コース間違ってんじゃないかっていうちょっと疑いがあったんですが、多分間違ってないんですよ。だからもしかしたら1周目をどっかショートカットっていうか楽しちゃってるかもしれないですね。多分ね、最後の周、今走った1分42秒は、まあ、本当の実力なんじゃねえかな。分からん。ちょっと悔しいけどね。まあでも、しょうがない。もっといけてると思いたかった。やっぱりそうですね、多分1周目が42秒7、全然さっきと変わり映えしないね。最初の40秒っつうのが間違いだった。なんかどっか、ま、あの楽しちゃってだったと思う。41秒に、やっぱりちょっと力抜いて回転をしっかりコンパクトに曲がった方がいい。最初の方っていうか2周目3周目くらいの時ってちょっと回転に入るところで勢いを頑張りすぎてましたね。じゃあ何周目、4周目5周目ぐらいか。14、40秒台に入ることが課題になりつつありますが、気をつけないと。いきなりこけちゃった。よりよりあ、割れた。二足で入ったからエンストこいと。痛え。今ちょっと手をついたんでちょっと痛いですね。
あ、しかもリアブレーキが曲がっちゃった。ちょっと戻ろう。はい、今5本くらい走りましたけれども、1分41秒2がベストですね。一番ね、力抜いて走った時が早かった。やっぱね、気合い入れると回転が遅くなるんだねと思いました。林さんがもう39秒台に入ってるんでね、もう負けてます、負けまくってます。ということでね、私もジャケットを脱いでね、今、オフロードジャージになったんで、この分でタイム相当上がると思います。ちょっとね、レバー、ブレーキペダルが内側に入っちゃったんですが、まあ、無理にあんまり戻そうとして折れるとね、走れなくなっちゃうんで、少し見にくいけど、今日はこのまま行ってバックステップに変えたいと思います、今度は。なんとこの私がですね、ジャケットを脱いでこの寒い季節にですね、ジャージ一つになりましたですね。あ、寒い、やっぱりさすがに寒いけど、さすがに寒いけどしょうがない。なかなかやっぱり早速壁にぶち当たりましたね。41秒2がベスト。林さんはもう1秒以上早いんで、いやー、ちょっとそしてリアブレーキ踏みづらくなった。本当に踏み外しそう。さっきも踏み外してたのに。とりあえずどんどんコース入っていきたいと思いますね。いろんなことをしてタイム測ってもらえるありがたみをね、生かしていきたいと思います。効率よく走ることをちょっともう一回意識し直していきたい。行きます。やっぱりタイヤがさっきより明らかに冷えてて滑ってしまった。ね、途中のところでテールスライドするところがあってね、怖いですね。あれ行き過ぎたら、調子乗りすぎるとハイサイドしそうで。今ね、回転が決まったって感じだったね。やっぱ回転だね。回転を制するものはだよ、本当に。よし、じゃんじゃん行こう、じゃんじゃん。ちょっとね、やっぱ滑ったとこはビビったんでね、抑えましたね。よし、次も決めれば。決まんない。
足遅れた。くくぅ、変わんなかった。2セッション目、4本目。あっ。ありゃ、踏み外した、くそ。だいぶ上がったぞ。あと 0.1 秒、39秒だよね、もう一息。はい、くるっと。で、大回りになっちゃったかな。回転だね、回転。ひとえに今回転中のアクセルワークがすごい良かった。よし、出た。よし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 、あー、あった。いやー、回転ですね、回転。回転を制するものですね、やっぱり。でも、あの緩いコーナーも深いバンク角を使えるようになってきたんで、まあ、ちょっとね、ハングオン気味な感じで走ったら、やっぱり私はサーキット好きな私がしてみれば、ちょっとお尻ずらして回るとすごい安定する感じがして、この辺で調子に乗らないように今閉めてから。今閉めた分遅くなったかな。今どこまで行ったの？7秒。早っ。行ったと思ったのにな。まだまだか。7秒9、2秒、ん ?7 秒か、8秒9がベストだったんで1秒だ。くぅ。さあ、林さんが7秒9というところでね、ベストが、私が8秒9なんで1秒ですね。1秒さあ、ここから詰めていけるか行ってみましょう。で、1秒詰めようとしたらこけるだけだ。
いやでも思ったよりもっと落ちるかと思った。39秒、全然いい全然。はあ、ていうか手が痛くてね。ああ手が痛くなければな。 あと1秒か2秒か3秒はいけたんだけどな。ちょっとスタート直後の左の回転がね、なんかすぐスッて綺麗に入れなくてロスしてる気がするね。無理しないでちゃんと楽に入って小さく曲がろう。行きます。あー、フラン踏み外した。ブレーキ踏み外さなければよかったのにな。今ので1秒ぐらいはなわけね。失敗した。はっきり失敗した。やっぱりね、リアブレーキのがちょっとね踏みにくいので、左ターンに入ったってアクセルをちょっと当てた時にリアブレーキ踏み外しちゃうんだよね。でふわって大きくなっちゃうね、旋回さん。まあそういう言い訳です。いきます。まず1個目行き過ぎないようにリアブレーキちゃんと踏む。よし、はい、小さく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 、はい、アクセル、はいはい、ここも、はい、はい、右で小さく小さく小さく起きちゃった。アクセルプッて上げた瞬間に起きちゃう。はい、ハングオン、ハングオン、ハングオン、はい、ハングオン、はい、ハングオン、はい、小さく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 、はい、アクセル、はい、ハングオン、あー、しまった。アクセル戻すのちょっと早かった。結構切り返し素早く、切り返し素早く、アクセル、アクセル、はい、アクセル、はい、止めすぎないで吸って入ってスムーズにスムーズに、はい、スムーズにスムーズ、はい、はい、くるりんぱっと、よし、はい、くるりんぱ、はい、はい、リアブレーキ踏み抜くなよ。あ、あ、ダメだ、ちょっと来ちゃったけど、あっ、39秒0、何回も、くぅ、39秒0。
さて、1分37秒0まで行きました。午前中どこまでスムーズさ行きます。ギアを踏み外さない。はい、くるっと。なったかな、ちょっと。ああ、滑った。こけそう、こけそう、ついにこけそう。ちょっとね、体の抑えが効かなくなってきましたね。行きます。ああ、くー、37秒1 36秒台、いくぞ。あとちょっと、途中のね8の字をちょっと日和りましたね、やっぱね。あそここけそうになってたから何回か。いきます。あ最後見しちゃった。結構攻めたけどね、今ちょっと効率重視に戻ってみようか。くー、長い、7秒0。なんで7秒0なんだよ。はい、ちょっと頭はパッパラパーになってきました。焦らず行きます。今日午前中はこのぐらいに勘弁してやろう。さあ午後になります。今タイヤを外しました。まあちょっとそんなに長くはかけてないけど、一応表面は温まってますね。タイヤ温度は23の13。うまかいな。ちょっといまいち信用ならないけど。で、今ですね、ABS をオフにしました。ABS のヒューズを抜くというかね、ロックしますね。不規則にね、入ってくる ABS の介入がちょっと気になったんで、それをね、ちょっと、なんとかっていうことで、なんとかしたいということでね、エンスト貢献。
構痛かったね、あのエンストコケ。このハンドガードも割れたし、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいけど、ハンドガードはちょっとね、リアにしっかり荷重したいんですよね。おお、ちょっと正直 ABS でロックしないっていう安心感はあるからね。でもやっぱり ABS なしで使い、おお、やっぱ滑る、やっぱ滑る、やっぱ ABS なしで使いこなしたいですよね。まあちょっとね、あのコース行ってみたいと思います。はい、じゃあ午後1の走行、42.6、午後1、またタイムが戻ってしまうというね、ありがちなことです。また、ね、焦らず上げていきましょうかね。24秒、ちょっとずつですね、上がるのは。いやでもね、ギアロックにビビってるね俺、情けないことに。はい、午後1、ちょっとね ABS オフにしたんですが、なんか結局ねガタガタなっちゃうんですね、ロックしてるんですね。でロック、同じロックするんだったら ABS 聞いてた方がね安心なんでっていうひよった考え方でABS は生かしておくことにしました。午前中結構閑散としてたんだけど、午後は随分走ってますね。あったかいうちにちょっと私も林さんに負けそうにな、あの負けかねないですからね。あの午前中は勝ちましたけど、林さんもう37秒3まで行ってて、私は37秒、0、午前中だけど午後は40秒とかなんでね、全然なんですよ。もうねちょっと体の支えが効かなくなってきてる感じがする。で意識しててもリアブレーキ踏み外しちゃうんですね、特に左ターン。あ、こんな感じで入れればいいんだけどな、まだ。やっぱね ABS あると安心しっかりね、やっぱり腕を、上半身をもう少し柔らかくフリーにできるように、回転ばっかりやってると本当目回るね。まだまだですね。まあまずはということで、でももうなんか上がる気がしないんだけど、上がる気が、回転に入るときにビッと、バンク角をつけて、よかった、午前中のレベルにとりあえず戻った。何秒、6秒いくつ、マジでいきなり、え、いや今やっと元に戻ったから7秒2くー、やられたぜ、さすが林さん、さすがだよ。6秒先に入られちまった、ちくしょう、負けてらんねえぜ。
お、やった6秒6秒でいったなんでいったんだよくわからんとりあえず林さんが6秒5だって言うからまだ足りないんですけど、まあ、どんどん行きましょうか。どんどんね。7秒1。今結構攻めたんだよな。いや、5秒台いっちゃうんじゃないのぐらいの気分だったんだけど、行かないんだね。不思議と。あれ。あ、本当ですか。どう、なんでだ、おかしいな、遅かった。回転速いって内藤さん言ってくれたんですけど、なんでタイム遅くなっちゃったんだろう。どこが遅くなったのかな。結構いけてると思ったんだけどな。今俺自信あったんだよ。今度こそと思ったんだけど、どこかな。八の字かな。八の字ちょっと入れ込みすぎたかな。行きます。遅いかもしれよし、上がった。6秒3。さっき林さんが6秒5って言ってたから。さっきの記録から伸びてなければ、とりあえず。もう勝ち負けの世界になって、話になってるね。上達じゃなくて。いいね。ちょっと膨らんだ。膨らまない。
っと膨らんだ。最後抑えきれなかった。ここが課題。ちっちゃく。よし。よし。ちょっとだけ6秒に、もう回転だね、とにかく回転抑えることだ。スピードをしっかりと、でパイロンの近くを走ること。今の周はそこの赤を右に回る回転がちょっと膨らんだね。はい、また。はい、ちっちゃく。はい。パイロンが近く。しっかり回って、加速。当たった、くそ、パイロン接触1だ。攻めすぎた。ダメだった。さすがに攻めた次だった。フロント滑ったわ。まあでも意外とこけないもんだね。36秒4。まだトップから10秒差。いや10秒どころじゃないね、12秒だ。ちょうど12秒。すごいことだね。もう一回最初のところね、頑張りすぎる癖があるね。いきます。間違った。コース間違った。ミスコース。集中力が落ちてきたってことだね。そろそろ休んだ方がいいかな。はい、もう疲れました。3時に近づいてきまして、このスクール4時まで走行できるんですが、まあこの時期ね、もう4時近くなってくるといろいろ厳しいんで、まあ、ラストセッションということでですね、行きたいと思います。42秒、1周目はこんなもんです。ちょっとまあいいや、まずは普通に走ってみよう。まずは普通に走って、だんだん上がる派です。35秒、いくつだっけ、5秒3。ふざけやがって、5秒3だとショートカットしてんじゃねえのか。ひどい草。お、切る、今あった。
あ、注意をする。ならないよな。今結構いいと思ったんだけどな。ダメだった。ダメだったか。くそ。体力ないから連続で行くぜ。いや、会心の走りだったよ。7秒0だって。今結構ね、回転も自分なりにはいい感じだったんだけどね。どこだ、6秒、自分自己ベストに対しても足りない部分。6秒9、5秒、厳しいね。うわぁ、6秒9。ちょっと回転に勢いを残しすぎてるかもしれないな、自分の回転力に対して。ちょっとオーバースピードで入ってる時は結構ある気がする。あぁ、失敗した。ダメダメダメ。ということで、ちょっと惰性でもう一周ぐらい走って、ちょっと綺麗にまとめて終わりにしたいと思います。もう体の抑えが効かないです。ちょっと切り返しが遅かったところがあるんで、その辺をね、最後、もう一回意識して走っていきます。40秒、もういいや。8の GP やろ。1秒9、疲れた。体も温まったことだし、もう一回コース行ってみっか。8の字やった後でタイムが上がるだろう。まだ日が照ってるから意外と路面温度は下がっていないような気がするので、行ってみます。36秒9。やっぱ8の字効果かな。パッと走って6秒台はいいよね。8の字は練習になるね。しかし6秒前半が出たのは結局2周だけ。5秒台、ふざけやがって5秒台とか、師匠許さない。
込むような泣いた。あは、八の字効果だな。明日には勝ってねえけど、5秒7入った。ここに来て上がるとは、八の字一発。でもやっぱりね、小さく回るのが超大事。高野球か。都合のいい話じゃなかった。ここで上がるかと思ったが、ここで4票台にぶち込んでやろう。そしてしかし、奴に絶望を味わわせてやる。言うぞ。もうダメだ、上がらん。息も絶え絶え。5秒7。林さんがあれよりタイムを伸ばしてなければだが、コンマ5秒差。いやー、聞きたくない、聞きたくないぞ。ラスト。もうおしまい、もう限界。もう一回8の字やろうかな。いや、いや、はい、終わりました。今日のダメージ、立ちこけによるハンドガード割れと傷、まあ、こんなのはどうでもいいんですけど、手をついた時に結構痛めたというか、打って痛いです。走れたからよかったけど、タイムは林さんに 0.4 秒負けました。トップ比で言うと 113% ですね。公式に計算してみたところですね。ということですが、まあ散々走ってのタイムなんで、あんまり参考にはならないですが、もうね、明日歩けなくなるんじゃないかっていうぐらい走りましたので、まずは大変満足でございます。そしていろいろ勉強になりました。そして練習がたくさん必要だということも分かりました。次は、ステップですね。ステップの踏ん張りというかですね、特にギアブレーキの操作がしづらくてですね、よく踏み外してましたので、ステップを変えたいと思います。で、あと体の保持がね、すごい辛いんで、滑り止めをつけたいと思います。ここにタイヤ意外と使えますね。よかったです。ということで、
お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。帰りが不安です。居眠り運転しそうです。